トラちゃんはメタ。私の名前はカリン。これは先日亡くなった祖父の話です。享年93歳、家族に見守られ大往生。先日の葬儀での出来事です。母さん、それ何？ああ、おじいちゃんに頼まれたのよ。わしが死んだらこれを棺に入れてくれ。ただし、中は絶対に見るんじゃないぞ。へえ、で、中見たの？見てないわよ。おじいちゃんに怒られちゃう。何が入ってるんだろう。ねえ、この中確認してみないと。金属とか入ってたら焼けないよ。ねえ、おじさん。確かに。それもそうね。ちょっと確認してみましょうか。よっしゃ。じゃあ開けるよ。おじいちゃんごめんね。巾着袋の中身は封筒と手ぬぐいが2枚、折り紙と四つ折りのメモが1枚入っていました。おばあちゃんがおじいちゃんに送った手紙だ。おじいちゃんへ、平凡な人生をありがとう。あなたと一緒になれて幸せでした。おばあちゃんより。10年前に亡くなった祖母が祖父に宛てて書いた手紙でした。色違いの手ぬぐい。おじいちゃんとおばあちゃんのかな。お母さんとおじさんの名前が書いてある。二人が小さい時におじいちゃんにあげたのかな。かわいい。これが最後か。見るなと言ったのに。ごめんな親父、見ちまった。お父さん、見るなって言われたのにごめんなさい。思い出のいっぱい詰まった巾着袋を抱えて祖父は天国へ旅立ちました。葬儀も無事終わり、実家の仏壇には3枚の写真が飾られました。1枚目は仏頂面の祖父、2枚目は笑顔の祖母、3枚目は祖父母が満面の笑みで写っているツーショット写真。初七日の日、じいさんは死ぬまでばあさんとラブラブだったんだな。あの二人のことだからきっと死んでもラブラブしてるわよ。ははそれもそうだな。きっとそうよ。おじいちゃん、おばあちゃん、天国でいっぱいラブラブしてね。いいな、私も二人みたいな夫婦になりたい。あんたはまず相手からでしょ。ご視聴いただきありがとうございました。年をとってもずっとラブラブしていられるのはすごく羨ましいですね。それにしても平凡な人生をありがとう、このフレーズとてもいいと思いませんか。平凡な人生を送れることに感謝できるような人生を送っていきたいなと私は思いました。皆さんはどう感じましたか。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。